ここはカナダの東の最果て、ニューファンドランド島ボナビスタ。ふらりたどり着いたこの地に移住し、築123年の古民家を500万で買ってしまった。そして絶望を見た原田はリノベーションを始める。これはそんな原田ハウスの物語です。入ってんじゃないかなと。うわー出た。いやまさか、もう諦めてたんですよね、ほとんど。おはようございます。ネズミ捕り作戦始まって23日目でございます。昨日ね、なんと奇跡的に1匹キャッチしたでございますが、どうやらですね、なんかよくわかんないんですけど、仕掛けた罠たちがですね、なんかわかんないんですけど閉まってんですよね。ほら、3つ4つここにマウスアウトあります。昨日1匹捕まえたやつですね、同じのです。まあ全然捕まらないんですけど、だから全部今日閉まってました。でもこれこうやって乗っかってもカタンって閉まっちゃうんですよ、この扉が。だから乗っかられてるパターンで閉まってることもある。これ全部閉まってるっていうことは怪しい。なんかね、これ軽い、これなんか重みを感じる。ああ、これも軽いかな、これなんか重い、なんかね重いのがあるんですよ。入ってんじゃないかなと、またもしかしたら。でそれをチェックしてみたいと思います。ぬくもりを感じる気がするんですよ。気のせいかもしれないですけど、ちょっと開けて確認してみます。ほら、毎日毎日踏んだらけっすよ、掃除してんすよ。だからこの辺にもちっちゃい子たちがいたんでございますよ。でこの辺多分仲間の匂いがするからうろうろしてたんでしょうね。そんなことよりあの子たちです。今見えないですけど、多分あの箱の中に1匹入ってるんで、まあそっとしといて仲間をもしかしたら増やせるかもしれない。あ、ドキドキすんな。1個ずつ、これは多分殻だと思う。何もいない、これなし。こっから全部怪しいんですね、この子。なんか重たいのが動いてるもん、中で絶対いるっしょ、これちょっと待って、これやっぱ怖いよ。これで逃げ出さないよね、絶対。ほら、だって糞が出てきたもん。ほら、出てこい、出てくるぞ。中に糞が。うわ、出てきた。あ、出る。逃げない。出てきたっす。もう思わず蓋閉めちゃった。ちょっと待って、仲間があの中にいるはずなのに、いきなりあの箱の中に入ったけど、見えないか、ここ。今角度が悪かったんで、変えました、ちょっと。今のやつちょっと中型でしたね。うんこの大きさが全然違う。なるほど。次、これもなんか重たい、この中にも入ってるっぽいんですよ。なんかね、どうだ、いや、出てくるかな、出てこねえ、ね、いない。あ、ほら出てきた、いた、いやー、いた、ほら飛んでる、いい、入った、逃げやっぱりいた。おお、今3匹いるってことは、中に2匹目で、まさかのこれも重たい気がするんですよね。まさか3匹いる、捕まってる、いきなり。さっきここ見づらかったから、いや、うわ、いる、いい思わず落としちゃったびっくりした、うわーっつって落としちゃった。嘘でしょ、3匹捕まえましたよ。しかも昨日も1匹捕まえてるから4匹いきなり。こんなことあるんですね。めちゃめちゃ警戒してるな。しょうがないよね、ちょっと出てこないですね。ちょっと4匹うろうろしてるところ見たいような。喧嘩とかしないよね。ちょっと怖いんだよな、なんか俺怖いんすよ、早いから。なんか、うわ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 、もう一匹が出てこねえ。いやー、みんな子ネズミだ、絶対これ生まれたんだ、この家で。マジで、だって俺ボスネズミみたいなの前見たんすもん、俺。もっとでかいやつ。うわー、ちょっともう一匹出てくんないかな。ギャー、ほら出てこい、もう一
聞いたはずなんだよな。あ、チューチュー。今日捕まった3匹っすね、これね。完全に子供やん。これ、ここで家族営んでるネズミの一家なんですよ。もう間違いなく。ちょっと大きさにばらつきがあるの、どんどん生まれてんじゃねえの。すげえ、やっぱでかいやつがパワーがある。この多分、今この中に入ってる子は、昨日捕まったやつだからもう分かってるから出てこないのかな。この今日捕まえた3匹はまだなんだなんだってなってるから飛んで出ようとするんですよ。さすがにこの高さは無理なんだな。超ちっちゃいのいるし。あ、もう食べてる。まあ、餌はあるよ、いっぱい。古墳だらけになるな、これな。見ていただきましたか。2日で4匹っすよ。なんで今まで全く捕まってなかったのがね、捕まるようになったのかよく分かりませんけど、部屋をね結構こまめに掃除して、ネズミの食べれそうなもの、今までこんなものまでっていうものまで大変に言われてたんで、そういうなんかちょっとやられそうだなってものをほとんど全て片付けたんですよね。だから子ネズミなんかはね、どうしようどうしようってなってたのかもしれないですね。この子たちみんな子供だと思うから、多分ボスがいるんですよ。それが捕まらないと永遠にまた子作りして増える。4匹いるんですよ、ネズミ。こんなことないですよね。びっくりした。ちょっと寝起きには刺激が強すぎる。よかったけど、これどうすんのって話ですよね。どうしたらいいんだ。殺さないで飼う以外になんか選択しないんですかね。わからないので、しばらく多分このままだと思います。まあ、ちょっとまた数日様子見て、この4匹のことはまた後で考えます。あ、リコ君おはよう。おはよう。今日は2023年10月29日、何の日？俺のパーティー。何歳だったの？8歳。お、おめでとう。いい。と、そこでだね、ニコ君。何？2日前から連続でネズミ捕まってるんだよね。でね、どうやら今日も入ってるっぽいんだよな。それ重たくないか？おいしい。重てえし、あったけえだろ、なんか。重てえよな。はい、開けて。ちょっと待って。よし、やってみろ。うわ、もう尻尾が見えた。でっかくね。おいしい。でっか。でかい、こいつ。こいつだけ泣いてる、初めてだ。もう。早っ。一番今まででかそうな。でもなんか子供っぽくない？早っ。でも今までで一番尻尾が太い気がする。仲間がいることに気づかないのかな。ちょっと出してみて。全員いる？あびっくりしてるじゃん。みんないる？いや。ほんと？あ、ちょっと好きで。一気に5匹ネズミが。みんな兄弟でしょ、これ。あ、似た。あ、じゃあね、ニコ。うん。バースデーにおめでたいことが起きたね。いい。君、5匹のペットが。名前つけてあげたら？チューチュー、クークー、うん、ティンティン。ティンティンの。嘘、嘘、嘘。チューチュー。キーキー。さっき捕まえたやつはキーキー叫ぶからめっちゃ。うん。あと3。シャイシャイ。シャイシャイ。No, that's four. え？だってチューチュー。うん。キューキュー。うん。そしてその大人のやつはキーキー。キーキー。うん。シャイシャイ。シャイシャイ。シャイシャイナンバー2。どれがどれだか全然わかんないけどな。Yeah, no, everyone looks the same.すげえな。なぜでしょう。今になって3日連続ですよ。わあ、すごいね。よくできるね。俺もうね、怖えもん。はい。喜ばしいことなんですが、なんか複雑でございますね。こうやっていっぱい捕まってるからね。いっぱいいるってことだね。まあよくわかりませんけど、とりあえずですね、しばらくこんな感じでどうするかを考えつつ、ネズミ捕りを続けたいと思います。以上、ニコくん。君の誕生日プレゼントだ。ねえ、わいざるもん。え、チューチューだよ。わいざるもん。Maybe。 ああ、おはようございます。まあ、約1ヶ月ネズミと戦っております。戦ってはいないですね。一方的にやられてるので、ちょっとね、こちらも仕掛け始めて3日連続で今のとこ1匹、3匹、1匹と今5匹捕まえて、同じようにこう罠を仕掛けてるとこなんですが、なんかね、また今日も一個閉じてんですよ。これ勝手に閉じないんでね。まさか、まだ
いるのっていう、ちょっとチェックしてみましょう。怖え、なんか重いしあったかいもん絶対いるマジで何匹いるのこの家。そしてこの子またネズミの家、あそこ5匹入ってますからね、あそこにね。ちょっと新しい仲間入りさせてみようかなと。よいしょ、見てくださいよこの汚い、これね、ほったらかしてたらね、ふんだらけになってね、臭いでございます、ね、今全部あの箱の中に5匹入ってるんですよ。ここに今からこの子開けてね、出てくるかチェックしてみましょう。今日は2個がいないんで、まだ朝誰も起きてないんで、僕一人なんですけど、もう慣れてきたもんで、ここだ、行きます。怖え、やっぱこの瞬間、えい、あれいないのかな、これ尻尾出てるで、尻尾出てますよね、いるんですよ、尻尾出てるもん尻尾出てる、あ、引っ込んだ、出よ、出ねえ、出てこない、いや、出た、出た、あー、いた、あ、入った、はぁ、怖え、捕まえました、6匹目。何匹いんの、マジで4日連続、毎日捕まえてんだけど。一回出してみますか。いや、お、みんな子供だよな、絶対。何これ、いい、あ、今日捕まったやつも子供っすね、間違いなく。親玉出てこなくなっちゃったんだよな。子供がいなくなってるから、すごい警戒してんのか、隠れて子作りをしてるのか。ネズミどんどん増えるらしいですからね、こう捕まえても捕まえてもキリがないでござんすよ。黒い玉みたいな見えますか、あれなんですけど、僕の髪の毛、抜けた髪の毛をですね、クシャクシャクシャってやって遊び道具になるかなと思って転がしといて、誰も遊ばねえこれどうすん、そろそろ逃がすか、どうすんだこれ。今日捕まったやつですね、あ、ほら食べてる。あれは昨日ニコくんの誕生日だったので、ケーキを僕作って、そのスポンジの端っこの硬い部分ですね、美味しいから、ごちそうっちゃごちそうだぞ。じっと見てるあの子供たち、兄弟なのかな、可愛い、これほら寄り添って、赤ちゃんだよな、子供だよ、毛が短いんですね。小屋を戻してあげよう。大丈夫だよな、はい、入って、ウィー、はい、こんな感じです。パラダハウス、ネズミの巣窟となっております。見た、ネズミまた増えたぞ。でも、なんでシーア食ってないんだよ、このやつ。いや、でも美味しくないんじゃないの、はい、なんでケーキはバラバラ。こっから見てごらん、ニタ君、臭いんだよ、おしっこはここから見たいんだよ、だからあ、そういうことねどうするよ、パパ、はい、ずっと待つとネズミはおじいちゃんに内緒、ちょっと、うん、でも 1,2 年で おじいちゃんになって死んじゃうっぽいで、20日ネズミの寿命は短いらしい。じゃあおじいちゃんになったらまたネズミ捕まえに行こう。もういないといいな、全部捕まえたんじゃないか、パパ。うん、14匹のネズミだから、ネズミ14匹までいるんじゃない。あれ絵本のお話だからな、やっぱちょっと可愛いけどな、なんかちっちゃくてな。閉めるか、うん、大丈夫だ、うん、びっくりしたムッコの家も入れといてあげてよ、どこ、それもなんだよそれ雑、びっくりする、ボンボケそっか、おはようございます。ネズミの罠仕掛け始めて今日で29日目、糞も何もない状態が4日続いております。ここがうちのネズミのお家になっております。最後にネズミを捕まえたのは4日前で、まあ、4日間何もサインもなく、もう親玉いないんじゃないかと。木くずをパラパラってやったらちょっと匂いが収まったというか、今多分寝てると思うんで、ちょっと申し訳ないけど起こさせてもらう。あ、出たね、まだいる、うわ、うわ、あ、全員ここにいる、まだいる、ごめん、ごめんよ、出てきました、出てきたけどあっちに入っちゃった、よいしょ、ほほ、はい、6匹ネズミを捕まえてですね、なんと4日連続で、まあ、捕まって
まだいるかなと思って仕掛けてたんですけど、罠でも4日間経ちました。で、気温も寒くなってきてですね、どうやらこの20日ネズミちゃん10度以下でもう動けなくなるぐらい寒さに弱いらしいんですね。夜とか暖房切ってって時はもう10度以下になってる気がするんですよ、この家もね。そうするともうネズミはね動けないんですよ、きっと。で、餌もあんまりないから、この今捕まえてるネズミ以外に家で活動してるネズミはおそらくいないんじゃないかなと。だからこの子たちだけです、きっと、うちにいるネズミ。だって糞も何もないし物音も聞こえなくなったし、で冬でしょ、おそらくこれだけなんですよ。だから親玉は家のどっかで死んじゃったか、もしくはどっか引っ越ししたか、もしくはじっとただただじっとしてんのかわかんないですけど、もうこれでネズミ捕り作戦終了なんじゃないでしょうかと僕は思います。ネズミ捕り始まって29日ですからね。で、このネズミどうすんのかっていう話なんですよね。今逃がしてもきっとこいつらみんな死んじゃいますよね。どうしよう、なんか子供っぽいし、まだどう思います？一見こう見ると可愛いんですよね、これ。まあポイって捨てるのは簡単ですけどね、どうしようかな。はい、うちには6匹のネズミのペットがいます約1ヶ月間ネズミを捕まえる記録みたいに撮影してましたけど、いかがでしたかこういう場合ですね、どうしたらいいのか僕にはちょっともうさっぱり分かりません。でもポイってのに話すのが正解なのかな、ちょ正解が分かんないんですよ。害虫だから駆除してしまえっていう感じ、ゴキブリならベンってやっつけちゃうかもしれないですけど、ネズミこれできないんだよな、なんかちょっと全然分かりません、その辺。なんでですね、まあ一旦このネズミ捕り大作戦のドキュメンタリーみたいのはここで一旦終了。ちょっともう答えが見出せないんで、この子たちの扱いもよくわからないんで、なんでとりあえずネズミは取ったと。で、取った後どうするのかもうわかりません。なんでこのネズミのお話はここで終了といたしますなんかいいアイデアある人あったらぜひコメント残していただいて、はい、以上です。皆さんも家にネズミがいる方ね、それぞれやり方あると思うんですけど、こういう捕まえ方もありますっていう一例をお届けいたしました。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe to our channel. チャンネル登録よろしく。